愛媛 FC 対水戸ホーリーホック。この試合の解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて北澤さん、今日はどんな試合になるんでしょうか。はい、そうですね、まずは両チームの立ち上がりでしょうね。どういった風に組み立てていきたいか、そういったところが最初に見やすいですからね。最初はそういったところに注目していきたいですよね。そうですね、
セットプレーのチャンスからそのまま狙うというシーン。ええ、まあ外れてしまいましたけど、ファールを得たエリアは良かったんですよね。見せ場でした。それからもう一つ、前半終了間際、あと今出ていますね、この場面ですよね。吉原、もう時間がないかなというところでのワンゴール、見事でした。さあ後半どういう試合展開になるんでしょうか。前半戦を終わりまして1対0、ホーリーホック1点リードで折り返します。
に興味深い内容だったと思いますよ。いいゲームでした。では本日の試合内容を振り返ってみます。前半45分、吉原ギリギリのところで先制ゴールを決めてきました。そして後半27分、内村同点となるゴールを演出しました。そうですね、クロスが綺麗に繋がったのでディフェンス陣も一緒に混乱しましたよね。いい形だったと思いますよ。ご覧いただいてまいりましたように、本日の試合は1対1、両者ドローで試合を終えています。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ではハイライトシーンをご覧いただきながらお別れとなります。ごきげんよう。